マイニングを開始するには、Android プラットフォームであろうと iOS プラットフォームであろうと、モバイルデバイス用のリキッドマイニングアプリケーションをダウンロードする必要があります。次に、文字通り2回のクリックで簡単に登録する必要があり、データセンターと呼ばれるアプリケーションのメイン画面に移動します。すべてのコンポーネントはここにあります。現時点では、アプリケーションには主に4つのカテゴリーの機器があります。これはビデオカード、ケースと6つのビデオカードで構成されるフルリック、4つの充填リグで構成される充填ラック、および4つの充填ラックを含むコンテナで、このウィンドウから、各機器のより詳細な設定に入ることができます。リガの詳細設定では、次のパラメーターを見ることができます。総ハッシュレート、私たちの暗号通貨の日々の生産、そして私たちが現在採掘しているコイン、必要に応じて、いつでも好きな他のコインに変更することができます。以下は、クラウドファームでこれまたはそのコインをマイニングできる残り時間のタイマーです。そして一番下には、ブースト、低門、エナジーの3つのタブがあります。低門タブでは、採掘したコインにすでに自動支払いを設定できます。エネルギータブは、それ以上の性能のためのエネルギーであなたの NFTI 装置を満たすことを可能にする。また、ブーストタブを使用すると、ハッシュレートを 50% 増やすことができますが、同時に機器の摩耗が2倍になります。バレットと呼ばれる別のタブに移動すると、今日の採掘に利用可能なコインのリスト全体を見ることができます。ところで、これは定期的に更新されます。任意のコインをクリックすると、プロジェクトの簡単な説明、現在のレート、マイニングしているコインの量、プロジェクトのウェブサイト、支払いを受け取るためのウォレットを指定し、自分の機器にマイニング用に提示されたコインからすぐにコインをインストールできます。次に、チャットタブに移動します。ここでは、サポートするために書くことができます。あなたはまた、あなたの友人や私たちのアプリケーションの他のユーザーとチャットし、日中に来るすべての通知を見ることができます。最後のタブは、あなたのプロフィールです。ここでは、アバターをカスタマイズしたり、ニックネームを変更したりできます。また、当社のリカットマイニングサービスの最新ニュースを表示することができます。Go to Reddit と呼ばれるクリック可能なリンクがあり、メインのウェブページに移動します。また、在庫タブでは、すでに購入した機器を表示できます。